体育会系で歴史好きな星名による歩きまくり歴史旅。さあ前回は主に太平洋戦争中の話をしてきました。東条秀樹のお墓があるここ雑司ヶ谷霊園まで来ました。今回はその続きということで戦争に深く関わった3人の偉人を取り上げていきます。今回取り上げるのは、しではら郎、じ木戸孝一、そして千葉県に移って鈴木勘太郎です。 では最初に取り上げる偉人は、しではらきじゅうろうです。この人は戦争にはほとんど関わっていません。ちょっといきなり戦争に深く関わった偉人っていう趣旨から外れちゃうんですが、ただしではらが戦争に関われなかったっていうことがすごく重要なんです。ということで、しではらきじゅうろうの生涯をお話ししていきます。しではらきじゅうろう墓所まで2.7キロ歩きます。 秀原ハ十郎は1872年に大阪で生まれます。中学校で英語の授業が始まって、英語にはまっていきます。それで東大に進んで外交官を目指します。しかし病気にかかってしまって、外交官試験を断念、農商務省鉱山局に勤めます。そして翌1896年の外交官試験に合格、外務省に入ります。1905年、日露戦争の講和会議がポーツマスで行われます。交渉の結果、日本は勝ったのに賠償金がもらえませんでした。 最悪のアメリカが日本が強くなることを警戒して賠償金をなしにしたんです。この時志地原は現地と日本の連絡役を務めていて賠償金が取れないことにムカついていました。そしてここから日米関係が悪くなっていきます。そんな中志地原は外交官としてワシントンに赴任します。アメリカでは日本人の移民を排除する動きが出てきます。それに対して日本ではアメリカと戦争じゃっていう意見が出てきます。しかし志原はアメリカで暮らすうちにアメリカ アメリカの強さを実感していました戦争で日本がアメリカに勝てるわけがありません戦争はダメアメリカってなんだかんだバランス取るからおとなしく見守りましょうって言うんです後にしではら外交と言われる外国と仲良くっていうしではの方針はこの頃から現れ始めたんです 1914年、第一次世界大戦が始まります。日本はイギリスと同盟を結んでいたので、敵対するドイツに宣戦布告します。そして中国に対して21箇条の要求というものを突きつけます。中国にあるドイツの利権をこっちによこせっていう内容です。この日本の強気な様子を見たシデハラは、こんなのアメリカに目つけられるぞーって不安になります。そして戦争は終わり、ワシントン会議が行われます。シデハラも参加しています。ここで日本は、せっかく手に入れた中国の の利権をほとんど取り上げられてしまいますやっぱりアメリカは日本に目をつけていたんです利権は奪われ残ったのはアメリカの警戒心だけという結果になってしまいましたここから日本は仲良し路線に切り替えますしで原は加藤高明内閣続く若月礼次郎内閣の外務大臣を務めます中国にあんまり割り込まない方針を掲げますそんな中1927年南京事件が起こります蒋介石率いる国民革命軍が南京を占領していろんな 国の領事館を襲います日本人の虐殺も起こってしまいましたしかしし出原は中国に不乖離しない方針を変えません警備を固めるだけで反撃には出ませんでしたしかしこれが弱腰だって批判されちゃうんですこれに金融強行も重なって若槻内閣は総辞職続く田中義一内閣では田中外交というし出原とは真逆の外交政策を取ります中国で軍事行動を起こしていきますしかしこれでは当然中国との仲が悪くなっていきます しで原は野党の一員として田中外交を批判します田中義一内閣が倒れると浜口雄幸内閣が発足します浜口とは大親友のしで原は外務大臣に帰り咲きます中国との仲直りを目指しますこの頃の中国は国民党が統一を果たし利権を取り戻すために動いていましたそれに対して日本国内では日本の利権を守れしで原外交に対する批判の声が出てきますそして1930年のロンドン海軍軍縮会議では希望より超え ちょっとだけ低い条件で合意します。これに不満の声が出て、首相の浜口はなんと銃撃を受けて重傷を負います。で原は急遽首相代理を務めます。 そして続く第二次若月零次郎内閣でも締原は引き続き外務大臣を務めます。しかしここで満州事変が起こります。軍が勝手に行動するようになってたんです。国民も戦争やれっていう論調になってます。もう締原外交は限界でした。若月内閣は総辞職。ここから戦争が終わるまでの14年間、締原は表舞台から消えることになります。日本の平和路線は締原と共に消えてしまったんです。 そして月日は流れ、1945年、日本が降伏して戦争が終わります。終戦後に組閣した東国宮内閣が総辞職すると、なんと73歳の締原が次の首相に推薦されます。締原は長いこと政治の舞台から離れていました。え、締原さんってまだ生きてたのそんな声も聞こえるぐらい、締原という名前が久しぶりに出てきたんです。締原ももう自信がないんで、首相の要請を断ります。しかし、平和を目指す今、締原以上の適任は まままませせんん昭和天天皇皇かららももお願いされます天皇にお願願いいいさされれすすににちゃったらもう断るわけにはいきし内閣が誕生しますこの頃はちょうど GHQ が来た頃です。マッカーサーは締原に五大改革を指示します。トップダウンの軍国主義をやめて民主化しろよっていう感じです。さらに新しい憲法の作成も始まります。国をゼロから作り始めるのはそれはもう大変な作業です。財閥の解体、戦犯の逮捕、省庁の再編、憲法 改正走行の採択もう目まぐるしい毎日を必死に過ごして約7ヶ月間首相として走り切りますその後は吉田茂内閣の国務大臣や衆議院議長を務めますそして1951年78歳で亡くなります さあ、ソメイレーンですね。ここに資源原喜十郎のお墓があります。まあ、幣原がいるかいないかで、日本が平和路線なのか、戦争路線なのかっていうのがね。はっきり決まってましたよね。幣原のいない14年間はもう本当にどんどん戦争の方向に行っちゃいましたからね。まあ、それだけ詩で腹の影響力は大きかったと。 いうことなわけですね。まあ、平和の方向に振り切ってたわけですからね。あの、振り切ってる人ってね、バランスを取る人より目立ちますから、してはらの影響力は大きく見えやすいわけですね。はい。じゃあ次行きましょう。では続いて取り上げる偉人は、木戸孝一です。天皇の側近として戦争に大きく関わった木戸孝一の生涯をお話ししていきます。明治天皇行幸所木戸宮廷まで1.4キロ歩きます。 木戸孝一は1889年に東京で生まれます京都大学を卒業して農商務省に入りますもうガチガチのエリート官僚ですそして1917年にお父さんが亡くなると世襲で貴族院議員になりますもう家柄から違うんですあの維新の三血の一人木戸孝一の妹の孫が木戸孝一ですからそりゃすごい家柄なわけですねそしてこの絵文丸に見出されて1930年内大臣府秘書長官に就任天皇の近くで働くことに になります そして1936年226事件が起こります。軍の中の行動派と呼ばれる派閥が政府の重要人物を暗殺していきます。内大臣の斎藤誠も暗殺されてしまいます。天皇に近い人物を暗殺することで天皇による直接政治を実現しようとしています。しかしこれに天皇自身が大激怒します。そりゃ側近たちが殺されたら切れるに決まってます。それで天皇の大号令によって226事件は全力で鎮圧されます。はこの時 の仕事が評価されて政治家としてどんどん地位を上げていきます。 そして1937年、第一次コノエ内閣に入閣します。コノエ新体制っていう、ドイツ、イタリアとの同盟関係を作り上げていきます。この時はナチスドイツの勢いがすごかったんです。日本もドイツみたいに、一党独裁でスパッと決断できるようにしようぜって考えたんです。この辺はコノエと木戸の考えがぴったりハマってて、仲が良かったみたいです。そして1940年に内大臣に就任します。就任してすぐに元老採用時金持ちがなくなります。 これによって軌道は総理大臣を決める最も影響力の大きい人物になります。 そして1941年10月、第3次この絵内閣が総辞職します。この絵のちぐはぐな外交政策で、もうアメリカとの和平交渉はボロボロ。もう戦争が目前の状況になってしまっています。こんな状況で次の総理を誰にするのか、話し合いが行われます。候補に上がったのは、東国の宮なる彦という、皇族であり軍人であるっていう人です。しかしこれに天皇が反対します。皇族の首相で戦争が始まっちゃったら、戦争責任が皇室に来ちゃうから、 ちょっとやばくないって言うんです。それで、あ、確かにやばいっすねってなっちゃうんですね。そこで木戸が東条秀樹を推薦します。東条は戦争をやりたい人なんで、軍のみんなに信頼されています。そして東条は天皇ラブな人なんで、天皇にお願いされれば戦争回避のために動くはずです。こうして会議はまとまり、東条秀樹が首相に就任します。 東条は戦争回避に向けて頑張りますが状況はもう手遅れでどうしようもありませんでしたアメリカとの戦争が始まります最初は日本が押していくんですが次第にアメリカが反撃していき日本は追い込まれますやっぱり実力が違いましたそしていよいよ日本もボロボロになりキドは戦争終結に向けたキドシ案を作成天皇の墨付きをもらいますそして日本は降伏し戦争は終わります戦争後 GHQ が日本にやってきます戦争犯罪者たち を逮捕していきます木戸も永久戦犯の容疑で逮捕されます木戸は自分の日記を証拠として提出します私は軍の暴走を止めようとしたでも私には力が足りなかったんですみたいな感じで自分を含めた天皇近辺の責任を否定します軍人たちにはめちゃくちゃにらまれますがそんなことは関係ありません必死に言い逃れをしますしかし木戸は同一的な独裁体制を作ろうとしていたんでアメリカからの印象はよくありません結局 木戸日記では証拠不十分最終的には東条秀樹の超かっこいい証言によって天皇は責任を免れることになりますそして木戸は死刑賛成が11人中5人というギリギリの結果で死刑を免れ終身禁錮刑となりますそして1955年に体調を崩したことで釈放隠居生活を送って1977年87歳で亡くなります 明治天皇行宮廷ですね明治時代の初めに木戸孝吉が住んでた場所で明治天皇も遊びに来たことがあるっていうスポットです、まあ、木戸孝一は直接こことは関係ないんですけど、まあ、あのちょっと木戸孝一関連のスポットがなかったんでねおばあちゃんの兄である木戸孝吉のスポットに来てみましたさあでは次行きましょう続いて で鈴木幹太郎記念館がですね千葉県野田市っていうもう千葉県の端っこの方にあるんですねあの千葉くんでいう花の先端ですね、えー、埼玉と茨城に囲まれてるっていうところそこに鈴木幹太郎記念館がありますということで、えー、電車を乗り継いでいいきたいと思いますじゃあ駒駒駅がここから一番近いんでそこから電車移動します さあ、埼玉県の幸手駅に着きました。では、ここから歩いていきます。では、ここから取り上げる偉人は鈴木幹太郎です。戦争を終わらせた総理大臣、鈴木幹太郎の生涯をお話ししていきます。鈴木幹太郎記念館まで8.8キロ歩きます。 鈴木貫太郎は1867年に大阪で生まれます。そして3歳の時に千葉県に移ります。当時はちょうど文明開化の時代。鈴木少年は外国に憧れて海軍に入ることを目指します。でもお父さんはこれに反対します。関東の人間は徳川側とみなされ出世できないからです。でも鈴木少年の熱意にお父さんが折れ、16歳の時に海軍兵学校に入ります。卒業して日清戦争などで活躍しますが、なかなか出世できません。 海軍大学校出ても、それは変わりません。やっぱりお父さんが言ってた通りでした。しかし、日露戦争が始まると、重要なポジションを任されます。そして活躍すると、そこからどんどん出世するようになります。1925年、58歳の時にはついに、海軍軍令部長という海軍のトップの役職まで登り詰めたんです。そして1929年、鈴木に自重長という天皇の側近の就任要請が来ます。ずっと軍人としてやってきた鈴木に、 まさかの方向からの要請です。この時期は、長作林爆殺事件とか、ちょうど軍が戦いたくていろいろ行動を見せている時期でした。それで戦争反対派の天皇が、同じく戦争反対派で軍の中心にいる鈴木を相談役として置きたかったんです。ということで鈴木は天皇の相談役に転身します。しかし、天皇の思いに逆らうように、軍は暴走していきます。満州事変、国連脱退、どんどん戦争の方向に進んでいきます。 そして、1936年、226事件が起こります。軍の中の行動派と呼ばれるグループが、天皇の周辺の人物を暗殺しにかかります。自重長の鈴木も当然ターゲットになっています。2月26日午前5時頃、自重長官邸に約50名の部隊が押しかけます。鈴木は4発の銃弾を浴び、倒れます。そこに指揮官の安藤がやってきます。安藤さん、とどめよ安藤が刀を抜きます。すると、鈴木の奥さんが鈴木をかばいます。やめてく くださいどどうしてもとどめを刺すというならら私にやらせてくださいすると安藤は刀をしまいます。鈴木幹太郎閣下に敬礼。そして安藤たちはとどめを刺さないまま引き上げていきます。鈴木はギリギリで一命を取り留めました。安藤はこの2年ほど前に鈴木と話をしていて、鈴木の人間性に感激していました。その出来事が鈴木の命を助けたんです。 その後も軍の暴走は続き、1941年、アメリカとの戦争が始まります。最初は日本がぐいぐい押していきます。国内はもう大フィーバーです。しかし、海外を見てきている鈴木は、アメリカの実力を知っています。このままうまくいくわけがないと思っています。そして鈴木の予想通り、アメリカの反撃が始まります。日本はどんどん追い詰められていきます。1945年4月、小磯国焼内閣が総辞職。次の総理を決める会議が行われます。鈴木も数 議議長とししてて会議に参加していますそして会議で上がった名前が鈴木です。鈴木はもうびっくりして、とんでもないって断ります。すると天皇が鈴木を呼び出します。他に人がいないんだ。頼む。鈴木にお願いをします。天皇に頼まれたら断るわけにはいきません。こうして鈴木貫太郎内閣が誕生します。 鈴木のミッションはただ一つ、戦争を終わらせることです。これが天皇と政府の願いです。しかし、軍はまだやる気です。情報操作によって国民もまた戦えると思っています。軍を敵に回せば、軍はきっとクーデターを起こして戦争を続けます。そうさせないためには、良きタイミングで一気に戦争を終わらせるしかありません。ということで、首相になった鈴木は、絶対にアメリカに勝つぞ軍の味方のふりをします。東京大空襲が起こっても、鈴木は変わらず、 徹底抗戦の態度をを見せまますすきタイミングを待っていますそして7月に連合国はポツダム宣言を発表。鈴木は軍の圧力に押されて宣言を黙殺するとコメントします。すると8月6日、広島に原子爆弾が落とされます。9日には長崎にも落とされます。このショッキングな出来事は戦争を終わらせる大チャンスになります。日付変わって8月10日、午前0時30分、勝負の会議が始まります。ポツダム宣言をそのまま受け入れるのか かそれとも条件をつけるのか議論を重ねますが結論は出ませんそこで鈴木は天皇に決断を委ねますポツダム宣言をそのまま受け入れるべきだ天皇の意見は即降伏ですこれに軍が反発してこの日の会議は終わりますそして8月14日再びの会議天皇の意思は全く変わりませんこうなるとさすがに軍ももう受け入れるしかありません翌15日に玉音放送が流れ戦争は終わりますミッションを終えた鈴木はな 改革を総辞職しますそして1948年80歳で亡くなりますさあ鈴木勘太郎記念館ですねここは鈴木が亡くなった時に住んでた場所ということでそこに記念館があるわけですねなんか2019年の台風の影響でえ記念館自体はやってないということみたいですね そして600メートルほど歩いたここ、実相寺に鈴木のお墓があります。まあ、226事件を奇跡的に生き延びて、そんで戦争が終わった3年後に亡くなったってことでね、本当に戦争を終わらせるための人生みたいな、そんな感じですよね。 さあということで今回はここまでです、えー、前回と今回で戦争のあたりのお話をしていきました、えー、次回は東京歴史旅昭和の歴史最終回ということで戦後の歴史に深く関わっている偉人たちのお話をしていきたいと思いますでは今回は以上ですご視聴ありがとうございました